駅周辺風景、駅舎円形旧駅舎上中駅は、福井県三方上中郡若狭町井ノ口にある、西日本旅客鉄道オーバーマ線の駅である。相対式ホーム2面2線で、交換設備を有する地上駅。鶴ヶ地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を受託する簡易委託駅でありながら、緑の窓口も設置されている。窓口は、 上りホーム側に面した南口側に設けられている。駅舎は2005年3月3日に改築された。福井県内の駅では、最初にエレベーターが設置された駅である。乗り降りは無人駅に順ずる。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は224人で、ある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。 旧上中町の中心駅であり、公共施設を中心に市街地が形成されている。福井県最南端の駅で、かつて構想された、琵琶湖赤沢湾快速鉄道では、当駅が起点として計画されていると福井県内、JR 駅、新たに16駅無人化北陸線の5駅は、移行化対応、2030年度までに、福井新聞、 オリジナルの2021年5月9日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20210509034441/.https www.fukushimbun.co.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ11516822021年5月9日閲覧。当時の旧上中町が毎月発行していた世帯配布の広報誌広報上中2005年3月号10面福井県統計年間8駅別 JR 価格輸送状況 福井県、2021年3月29日閲覧、ありがとうございます。